い打ち下ろし、わかる？カメラで。はい。わかりますか？これどのくらい？どのくらい何？打ち下ろしてる。いや、めっちゃ打ち下ろしてる。20メートルくらい。どうなんですかね。うん。すごい。すごいね。これはまっすぐ、低く出すイメージ。すごいね。うまい。あの辺バンカーの手前になければ前を見て。大丈夫か？カープ道の前かな？前にあったの、うん、ここね。おお、一番いい。ちょっと左目だけど、サボってくる。落ちたんじゃない？右側に。ね、どう？見ましょう。どうだろう。まっともだったと思う、今日の中では。いや、ないことだよ。OK、うん、ありがとうございます。8番で102はどうなんだろうね。でも私もあれ8番で打とうとしてる。なんかちょっと残ってるもんね。どこ行った？ナイス。あ、ナイスさん。いいね。いいよ。やった。ナイスです。ナイス。やったー。58で打ちます。30ヤードぐらい。ナイスオン。ナイスオン。はい、ではめっちゃ速いからコッパも気をつけてね。結構曲がるかもね、あれ見るとね。結構見てるよ、うん、そうだね、こんぐらいいくかもね。いいよね。うん、いいと思う。お、いいよ、入るよ、入るよ。うまい、ナイス。うまっ。ナイス。バーディー？バーディーじゃない？バーツーオンでしょ。ツーオン。おお、ナイスバーディー。ナイスバーディー。すごい曲がったね。うん。あー、見えたさんよ。届かない。
9番残念。ちょっと下入っちゃったね。なんかくねって。悲しいです。私はピッチングで打ちます。さっき巻いてるからしっかり。ナイス、気持ちよくちゃったよ。いいよ、ありがとう。ヒーって言っちゃった。全然左出ちゃった。ポギ。これ入れたいんだけどどこ見たらいいか。こっちこっち。左打ち。なんで？フック？フックじゃないよね。もうすぐ多分あっちに行った。引っ掛けた。右向いてなかった？打つ瞬間にこうなってた気がする。本当に？多分ね。ありがとうございます。分かんない。まっすぐになってるよね、かなり。まっすぐってこうでしょ。うん、ボギ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 、もったいない。もったいない。緊張したでしょ、だってあんなのいちいち打った。でもあれもさ、練習しなきゃさ。ああ、コンペとかだとね。うん、そうだね。よくないじゃん。よくないね。まあまあ、まあまあ、まっすぐ構えるというか、まっすぐ構える。なんだろう、やりすぎてるから、ハンドファースト、もうちょっと内側にまっすぐ構えられる練習した方がいい。分かった。で、こうだよね。そうそうそう、そうそうそう、こう。これを明日は重点的に練習いく。はい。あとなんだろうね、ドライバーとか全然いいけど、なんかドライバーも多分ちょっとこうなってるから、ちょっとスライス気味じゃん。すごいスライスする。だからこれ頑張ってこうやって、こっちにすると引っかかるというか、こうやって構えて打つから全部どうしてもこうなっちゃうから。こうなっちゃう。こうやってハンドレートっていうんだけど、こうするとまた捕まりやすくなる。だからやってみるのはありかもしれない。それウッドとか。こうなってんの。じゃ
じゃあ重点的に練習、うん、めっちゃなってるわけじゃないんだけど、うん、多分気持ちこう直したら確かにもうちょっとつかまりは良くなるかもしれない。それで練習しよう。ありがとうございます、うん、やってみてね。合うか合わないか分からない、うん、なんか本当にこうやって構えるだけで変わるから、うんうんうん、確かにさっきすごい打ちやすかったもんな。あとはもうここのさ、うん、クラブと地面が平行になるとこまでは肘曲げないでこうやって上げれた方がいいよ、うん、その時って腰動かすの？動かない？いや、なるべく前って言うけどね。オッパはドライバーいつもこうなっちゃって、うん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 、テイクバック、うん、だからなるべくこうやって耐えれると耐えれるといいのか。そう、多分後ろにこうなって、うん、ブレちゃって、うんうん、こう、うんうん、こうここに乗れるといいよね、うん、よし、やってみよう。いけるかしら。まだいる？